訴状は日本の中世における訴訟文書の一つ。訴訟人が訴訟機関に対して自己の権利の正当性及び他者による侵害の排除を求めて訴えを起こすための上申文書である。古代において訴訟の提起には海文、孟子状の書式が用いられていたため、そのまま海文、孟子状の名称も用いられていたが、平安時代以後にその内容により、 訴状という名称が用いられるようになった。また、南北朝時代以後には、目安と呼ばれる、過剰書の書式も用いられたことから、目安という名称も用いられていた。訴状は、公式様文書の一つであるかの系統を引くため、書式にもその名残が残されている。訴状には通常は、縦紙が用いられ、書き出しは、差出人の名とともに、冒金現状。 冒金訴え去るなどに始まり、初度めは、なおアラゴン城助言、訴え去る助言で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人の名前と対象となる物件や、事柄、訴状と合わせて出される、偶書の名細、訴訟理由などを記す。また、初期の文書では草かに、差出人名を書かず、宛名も書かない慣例であったが、後に、これらが記された訴状も登場するようになる。 また、目安を採用した場合には、書き出しは、目安、書留は、目安根性助見の書式を用いた。なお、近世に入ると、願書形式の訴状が現れ、書き出しは、ながら、恐れ書きつけも、ご訴訟さる条項、書留は、ながら、恐れか放さる上層狼、以上の訴状が現れるようになった。中世の訴訟では、訴人が訴状を、訴訟機関に提出すると、 訴訟機関は、論人に訴訟機関が発給する、問い状とともに、確認済みの意味で顔、裏風などを施した訴状を送付し、反論を記した陳情の提出を求めた。この行為を、訴状を封じ下すと呼んだ。さらに論人からの陳情を受けた訴人が改めて、訴状を作成して、論人に反論を行うなど、3回まで訴状と陳情のやり取りを行った。このため、 最初の訴状を本会場、初問い場と呼び、2回目、3回目を、それぞれ2問状、3問状と呼び、この両状を合わせて、重訴状、重心状とも呼んだ。なお、判決に不満を持つ者が S を行うために出す。訴状のことを特に S 訴状、裁判手続きの過護を訴えるための訴状を、庭中訴状と称した。ありがとうございます。